広島、まさかの3立て。広島が激痛の4連敗を喫した。これで首位巨人とは4差、3位阪神とはゲーム差なしとなった。首位と4ゲーム差は4月以来の今季最大タイ。マツダスタジアムの巨人戦の同一カード3連敗は2020年7月以来、4年ぶりとなった。頼みの先発床田が守備のミスから崩れた。0対0の3回、ノーアウト2塁から門脇のバントを捕球すると、3塁へ送球するモーションに入るも、サードベースに小園が入っていなかったからなのか、自重して1塁送球へ変更。しかし、そのボールが逸れて、セカンドランナーの先制の生還を許した。その後も坂本、岡本和真にタイムリーヒットを浴びて3点を失った。床田は今季自己最少の76球、5回4安打3失点で降板し、7月5日中日戦以来の6敗目を喫した。攻撃は戸郷に対して大絶好となった。3度の得点圏を一気。3点を追う6回はワンアウト満塁とするも、堂林と末金が空振り三振に倒れ、天を仰いだ。8回は2アウト1、3塁とし、守護神体制をマウンドに引きずり出すも、またしても末金がピッチャーゴロで凡退した。9回は途中出場の丸にとどめのツーランを浴びると、席を立つ広島ファンの姿も目立った。これで完封負けは今季20度目となった。9月は2勝8敗で大失速。自慢の投手陣が踏ん張れず、先制された試合は7戦全敗で打線の反発力も欠く緊急事態に陥った。首位巨人とは4差となり、ついに3位阪神とゲーム差なし、4位 DeNA とは2差になった。13日からは敵地甲子園で阪神との2連戦に臨む。来週にはジャイアンツにマジックが点灯するな。ここに来て阿部采配抜群。よくここまで頑張った。って言いたくないけどこれが現実。4番の差が出たかな。最後に大道を出したところなんか試合を投げてるのかと思いました。非常に残念です。頼みの末金がチャンスにことごとく三振ボンダで倒れて、最後の希望がついたな。何の因果か最後の遠藤はスタメン落ちの丸。米にも抜かれそうだな。優勝しそうになった時の巨人っていつもなんでこんなに強いのか、悔しい。打てないっていうか選球目がないからボール球ブンブン振るっちゃうんじゃないの。阪神ファンからすると、明日の広島は怖い、そろそろ勝つはずだから。はい、終わり。来年はこの悔しさを糧に必ずリーグ優勝してくださいよ。昨日もほとんど負け、最後までわからない。しびれる試合が続きますが、マジック点灯目前、明日からも頑張れ。逆に、この戦力でよくここまで戦ってきた。それは堅実な守備からですよね。勝負どころで、ほころびが出てしまいました。今年は終わったから、来年頑張ろう。